大阪府立伏線高等学校は大阪府堺市西区にある公立の高等学校。昭和末期バブル時代の生徒急増期に府立138番目に新設された。段階ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期対策で新設された府立校で、ほぼ最後1983年に開校した10校の一つ。学校名は かつて高知の周辺が旧福泉町だったことに由来する。教育課程は全日制課程で普通科を設置。授業は1年生で修熟度別学習や少人数授業を実施し、基礎学力の育成を重視。2年生からは生徒の進路や関心に応じて国際文化コース、環境科学コースの専門コースも設置している。 英検などの資格取得を学校としても講演し、取得資格を単位として認定している。なお、校内に農園があり、農業体験でによる生命科学実習も行われている。校訓は自立、協調、努力。これをもとに生徒の夢、体験、感動をサポートし、諦めないで頑張ることをモットーにする学校を目指しているという。飛び立とうとするモズをデザイン。 生徒が自由にのびのびと飛躍、悠悲する願いを込めた。制服はブレザースタイル。ありがとうございます。